天皇皇后両陛下は明日から伊勢神宮で行われる即位の礼と大嘗祭の終了を報告する親謁の儀に臨むため、今日午後東京駅を出発されました。名古屋駅を経由して三重伊勢市にある宇治山田駅に向かわれます。明日両陛下は伊勢神宮の外宮を参拝し、あさってには皇室の祖神とされる天照大御神を祀る内宮を参拝されます。